はい、どうも皆さんこんにちは、ライムです。今回もですね、は、じゃないや、アーマードウォーフェアやっていきたいと思います。新しいね、戦車を購入しました。もう書いてあるんですけど、レオパルド1ですね。はい。ちょっとね、まだ初めてなんでね、わかんないですけども、やっていきたいと思います。結構レベルが上がってから、なんか、戦車の種類も増えてきたんでね。これですね、うわ、ごっついな。ごっついな。あれだね、バイスシティに出てきた戦車にちょっと似てるかな。上が丸い感じがね、戦車ほんと詳しくないから分かんないですね。ちなみに今 4K ではなく 1080p で撮ってます。 4K だとね、 YouTube に上げるときすごい時間かかるんだよね。上げるのはまあ比較的楽なんですけども、処理がね2時間3時間かかるからちょっとだるいんで 1080p で撮ってます。さあ、では早速ね、もうレオパルドで敵をぶっ飛ばしていきましょう。すごいな、うわ、HP すごいな、1381ですね。さっきまで乗ってた戦車は HP600 いくらだったからね、倍近いですね。そして速度はさっき乗ってたやつの方が出るけど、結構強いと思う、こっちの方が。走行がね、硬いんで。そこに敵がいた。見えない。お、いますね、いますね、いますね。お、当たりました。機体に当たりました。あ、やばい、やばい。結構これ、攻撃音すごいかっこいいな。ちょっと待って、聞きます。ちょっと待ってください。あ、ノイズ入るからマイク切りますね。っていう感じです。砲撃音がすごいかっこいい。超リアルなんで。よーし、あそこに当たんなかったな。向こうにもいないよ。早い、あいつ移動速度がすごい早い。あ、やばいな、レオパルドが向こうにもいるな。あ、でも一発当たってもね、全然走行削られませんね。やっぱり硬いね、こいつ。お、あっちにも、あ、近い。あ、ごめん、ちょっと待って、やべ、一気に超削られた。走行硬いとか言ってたらさ、油断してたらさ、すごい削られたんだ。やばいよ、これは。警報が鳴ってる。ちょっと隠れながら行こう。まだやばいじゃん、10対13。やばい。あ、待って、撃たないでって言っても撃ってる。最悪。これ欲しい、このタイヤがついてるやつ欲しい。ということでね、今回はレオパルドやってみました。難しいね、まだ慣れてないから。まあ慣れていけば多分強くなれるんでしょう。走行はねすごい硬いはずなんで。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。では次回もお楽しみに。